ヤマハ発動機純正オートバイ用エンジンオイル同社純正オイルはにストロークエンジンオイルがオートルーブブランドであることを除きヤマルーブブランドで販売されるオートバイ用オイルはオートバイに用いることを目的として製造販売されているオイルであるエンジンなどに用いる潤滑油のほか、サスペンションのショックアブソーバーに用いるオイルがあるエンジンオイルは 2ストローク機関用と4ストローク機関用があり、それぞれにオートバイ用がある。オートバイのトランスミッションは、多くの場合は4ストロークエンジンオイルで、潤滑されるが、2ストロークエンジン搭載車のトランスミッション向けとして、オートバイ用、トランスミッションオイルも市販されている。シャフトドライブを採用する車種では、オートバイ用、ギアオイルが用いられる。ローラーチェーンを、 駆動伝達に採用する車種向けには、オートバイ用、チェーンオイルが市販されている。サスペンションの構成部品である、ショックアブソーバーは、液体の流体抵抗を利用して、振動を減衰するものであり、その機能に適した特性のオイルが封入されている。オートバイのフロントサスペンションに広く用いられている、テレスコピックフォークでは、分解して、内部のオイルを新しいものに交換したり、 特性の異なるオイルに入れ替えて減衰力を調整することが可能で、フォークオイルと呼ばれるオイルが市販されている。一般的な4ストローク機関の4輪自動車で用いられるエンジンオイルとは異なり、エンジンとトランスミッション、プライマリー伝達系統を共用のオイルで潤滑し、そして湿式タバンクラッチもエンジンオイルに浸っている内蔵式ギアボックスが用いられることが多い。このため、 クラッチ摩擦性能を損なわず、ギアボックスの潤滑にも適した配合が行われたオイルが使用される。詳細は、日本自動車技術会企画 T903、二輪自動車マイナス4、サイクルガソリンエンジン油を参照一般自動車用とのエンジンオイルと同様に API 規格によるグレード表示とさえ規格による粘土表示のほかに、日本では二輪自動車用。 エンジンオイルの規格として、社団法人自動車技術会により JASOT903 が制定されている。API 規格のドーナツマークの一例。下半分にエネルギー関数アービングの表記がされているようなオイルは、クラッチを滑らせる可能性が高い。現在、市販されている多くのオートバイは、湿式多ュタバンクラッチを用いており、クラッチ板は、 エンジンオイルに浸った状態で駆動力の伝達と断続を行っている。四輪自動車用オイルの中には少年ピ対策のために低摩擦性を高める傾向があり、こうしたオイルを湿式多板クラッチを用いるオートバイに用いるとクラッチが滑る可能性がある。なお、無断変速機を用いるスクーターのようにクラッチがエンジンオイルに浸っていない車種であれば、この点は問題にはならない。 四輪車に採用されることが増えた0ワットマイナス20等の低粘度オイルを 8000rpm を超える高回転域を多用することが多い。オートバイ用エンジンに使用すると油膜切れによるバビットメタルやピストンリング、カムシャフトジャーナルなどの摩耗や焼き付きが発生しやすい。摩擦特性を低くした四輪車用のエンジンオイルを用いてクラッチが滑る可能性がある。ただし、 前述のようにスクーターであれば、エンジンオイルに、クラッチが使っていないため問題にはならないため、四輪車用ほどでは、ないもののスクーター用として、低摩擦特性のエンジンオイル自体は存在する。詳細は、2ストロークオイルを、参照2ストロークエンジンは、ガソリンとエンジンオイルを混合して燃やし、一般のオートバイでは、混合比が25、1から50,1である。オイルは、 独立したタンクから供給する分離給油方式と燃料にあらかじめ混ぜてから燃料タンクに注入する混合給油がある。JASO 規格では1992年9月に JASOM345 としてニストロークエンジンオイルの規格を定めており2011年現在は FB、FC、FD の3つのグレードに分類される。FC は FB よりも排気縁や排気系閉塞性に優れたロースモークタイプで FD は FC よりもエンジン高温時における正常性能を向上させたものであるとしている。なお、かつては FA グレードも規定されていたが ISO との整合のために廃止された。国際規格では JASO M345 を基盤とした ISOE グブは鉱物油で 基本的な潤滑性と正常性を持つもの、EGC は、化学合成油で排気煙と排気中の沈殿物を少なくしたもの、EGD は、化学合成油で、さらなる洗浄力と高負荷へ対応したものとされている。なお、工述のように2ストロークエンジンの場合は、ギアの潤滑はベッドギアオイルで行われるため、2ストロークエンジンオイルの場合は通常使用する、限りはオートバイ用。 水上オートバイ用、船外機用、芝刈機用のような用途の違いは問題にならず、むしろ分離給油か、混合給油かといった、給油方式が合致しているかの方が重要である。スクーターへのギアオイル注入の様子詳細は、ギアオイルを参照にストロークエンジンを搭載した車種や、分離式トランスミッションを採用した車種、またスクーターのファイナルリダクションギアボックスの一部など、 トランスミッションがエンジンとは別に潤滑される車種には、ギアオイルが使用される場合がある。なお、製品によっては、ギアオイルの粘土表示でなく、10ワットマイナス30のように、エンジンオイルと同等のさえ粘土表示を用いる場合も、ある。また、4ストロークエンジンオイルを指定する製品もあるが、スクーターに使用する場合を除き、4輪車用の オイルではクラッチが滑る可能性があることに変わりはない。ありがとうございます。